受講料ただ聞くだけのいつもの、ワンポイントレッスンやっていきたいと思いますが、今日はですね、ちょっと、英語のですね面白いお話、 J の話でしたから、この前ね、先週 Japan の話をしましたんで、 J の話でねちょっと面白い話があるんですよ。実はね J って私たち J って発音しますよね。だから Japan になりますしね、JO で始まる JO って発音すると思いますが、実はですね、ですからジーザスっていうんですね、キリストのこと、ジーザスクライスというんですけども、例えばこの J の音はですね、なんと中東とかヨーロッパの北の方はですね Y の音で発音するから J じゃなくて、ジーザスはねイーザスになっちゃうんですよ。だからジャパンはねヤーパンになるんですね。だからなんとですね、イエス・キリストって昔からなんでイエス・キリストなのかなと思ったんですね。ジーザス・クライスとかね。だからそれを Y に置き換えるとイエズスで、キリス、クリス、クライストとも呼びますけど、クリストとも呼びますので、ね、イエズス・クリスト。イエズス・クリストがイエス・キリストになったんだというのが最近分かりまして、なるほどと。だから J の音はですね、中東その他、キリストが生まれたあの辺りももちろん J の音は Y で発音しますから、イエズスなんです。だから日本に昔来たイエズス会っていうのは、イエス、つまりジーザス会だったと、そういうことが分かってきたということで、実は J の音で国によって音が変わると。だからね、柔道のこと、誘導とか言いますからね、中東あたりでは。行った時びっくりしました。そんなことで今日は、英語のトレビア的なお話でした。それではまた、来週もこの時間、この場所、この雰囲気でお会いしましょう。本庄武則でした。See you next time. Bye bye.